こんにちは、デリッシュキッチンです。サランラップの提供でお送りします。野菜はサランラップとレンジで調理をスピーディーに。チンゲンサイ2株は洗って縦4等分に切ります。耐熱皿に根元と葉を半量ずつ交互になるように並べ、サランラップでゆったりと蓋をします。500ワットのレンジで約2分加熱しましょう。 100g あたり500ワットで約1分が目安です。水気を切りましょう。そのまま担々麺の具や中華風のあんかけにするのもおすすめです。かぼちゃ4分の1個はサランラップでゆったりと包みます。500ワットのレンジで約8分加熱しましょう。 100g あたり500ワットで約2分が目安です。粗熱が取れたら身をスプーンなどでかき取りましょう。潰しておきます。コロッケやサラダ、お菓子作りにもおすすめです。きのこ 100g は石突きを除いて使いやすい大きさに切り、耐熱容器に入れてサランラップでゆったりと蓋をします。500ワットのレンジで約1分加熱しましょう。 100g あたり500ワットで約1分が目安です。水気を切りましょう。蒸し汁は旨味があるのでドレッシングや汁物に利用しましょう。おろしポン酢でそのまま食べたり、マリネや和え物にもおすすめです。レンジ調理を活用して野菜をもっと手軽に、ぜひお試しください。